STS-97 はエンデバーを用いて行われた国際宇宙ステーションへのスペースシャトルのミッションである ISS への初めての太陽電池の取り付けデスティニーの到着に備えたポートの準備 ISS の滞在員への物資の補給等が行われた STS-97 打ち上げ前のエンデバーケネディ宇宙センターから打ち上げられるエンデバー11日間の ミッションで最大の目的である ISS への太陽電池の運搬及び取り付けは達成された。また、3度の宇宙遊泳でデスティニーの到着に備えたポートの準備、ISS の周りの電位を測定するためのフローティングポテンシャルプローブの取り付け、ユニティに接続されるカメラケーブルの取り付け、エンデバーから ISS への補給物資の輸送等の作業が行われた。 飛行3日目、船長のブレントジェットは、カザフスタン北東部の上空230マイルで、エンデバーと ISS をドッキングさせた。カナダ人宇宙飛行士のマークガノは、エンデバー内で、カナダアームを操作して、P、P6 トラスを、ペイロードベイから取り外し、部品を温めるために付け替えた。ジョセフ・トナーとカルロスのオリエガは、エンデバーのドッキングトンネルを通って、 ISS ドッキングポートのハッチを開け、補給物資やコンピュータを ISS に運び込んだ。飛行4日目、第一次長期滞在の船長ウィリアム・シェパード、操縦士、ユーリー・ギジェンコと、フライトエンジニアセルゲイ・クリカレフは、ユニティモジュールの中に初めて入り、残された、補給品を回収した。2000年12月8日9時36分へ、 STS-97 の乗組員は ISS の第一次長期滞在の乗組員と初めて面会した。それまで ISS とスペースシャトルはそれぞれの気圧を保つためにハッチを閉じていた。2000年12月9日、補給品の最後の積み込みが終わり、地球に持ち帰る品もエンデバーに乗せ終えると、10時51分、絵に第一次長期滞在の乗組員と別れ、 ハッチを閉じた。6時間23分13秒間のドッキングを終え、カザフスタンと中国の国境の235マイル上空で14時13分、エに ISS を離れた。離脱のための最後の噴射は、南アフリカ共和国の北西部海岸上空で行われた。STS-97 は、エンデバーの15回目の飛行、スペースシャトルの101回目の飛行となった。 離脱直後のエンデバーから撮影した ISS NASA では、ジェミニ計画以来伝統的に宇宙飛行士のために音楽を流している。アポロ15号では初めて乗組員の気象のために用いられた。曲は家族等によって乗組員個人にとって特別な意味がある曲や日々の活動に適切なものが選ばれる。ありがとうございます。